こちらのお母さんザル、お昼寝中に、赤ちゃんを見失ってしまったようです。非常にね、泣きながら、探している様子が、見て取れます。今一瞬だけほんのわずかに赤ちゃんの声が聞こえました。おそらくこのお母さんの子供だと思います。その子供に反応して、すぐにね、動いた感じですね。後になって分かったんですが、赤ちゃんは、この位置にいます。お母さんもね、一度発見するんですけれども、探しているうちにまた、わけがわからなくなってしまって見失ってしまいます。一度確認したような場所を、再度また確認しているというような感じですね。最終的に赤ちゃんを発見できました。よかったですね。私もここでようやくね、赤ちゃんを発見しました。かなり際どいところいますね。赤ちゃんも戻るに戻れなくなってしまったというところでしょうか。